はい、どうも皆さん、ケジオです。甘噛みやっていきます。前回はクリスマスをどう過ごすかっていうのを考えてた一日やったかな。ミヤちゃんに聞いたり先生に聞いたりみたいな感じで、やっていたわけなんですけど、なんと今日誕生日ですね、純一くん。もうカットしてると思いますけど、あの森島先輩ルートでは見たね、今日お前誕生日やろみたいな感じの、あの梅原くんのね、やつで、ジュースぐらい買ったるからみたいな、イベントがありましたね。でどうしような、あ、これ誕生日か。これが、お昼か。一回、あーでもな、会話どうしような。ピンクのやつ1個もらったからっつってもな、昼まで飛ばして、昼放課後を見ようかな今日は。ほい、そういう感じで行きましょう。はい、お昼なりました。これやな。あ、さえちゃんのことをちゃんと考えよう。やっとかお前あ、これしかも星イベントにつながるやつやん。さえちゃん、いい子だよな、本当に。本当にこんな子おらへんで、他に。ああ、よう考えてみ。ほら、告白してくれたりとかね。はい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 。このままじゃ、ダメだよな。よ。おう。え？梅原か。お前に空を眺める趣味があるとは、長い付き合いだけど知らなかったね。いつからいたんだよ。10分くらい前かな。結構長いことおるなそっか。なあ、ちょっと聞いてもいいか。なんだよ、改まって。1ヶ月くらい前にさ、今年は頑張ろうぜって話したよな。まあプロローグのことやんな。今年は頑張るよみたいな、十一くんも言ってな。梅原くんも彼女作るぜみたいな言ってたもんな。え？それっぽいクリスマスをってやつだよ。男同士のクリスマスは卒業みたいなね。ああ覚えてるよ。お前はどうなんだ。え？どうって言われても。悩むのはいい。でもな、どういう結論を出すにしても結局はお前にしか決められないんだ。僕にしか。もう十分考えたんじゃねえのか。そろそろ結論出してもいいんじゃねえのか。梅原、とにかくあんなに可愛らしい子に心配かけるのはよくねえと俺は思うな。ああ、もう梅原くんは分かってんやな。え？一通り考えたら、あとはドーンと言ってみるのも悪くねえと思うぜ。男は度胸ってな。じゃあな。ほんまええ友達やわ。いや、純一がマジで周りの人にめちゃくちゃ、なんていうか、恵まれてるんよな。おい。大切にせなあかんで。おうおうおう。あ、中田さん。え、あれ、さえちゃんじゃないの。あ、その偶然ですね。ずっといたの。いえ、そんなことは。さえちゃん、なんでさっき中田さんって言ったん。先輩がずっと空を見てて。あ、ずっとおったやな。なんだかとても寂しそうで。それで、はいはいはい。ごめんなさい。なんで謝るの。だって先輩一人でいたいのかなって。お、先輩。なに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 。
すっかり冷えちゃってるね。中に入ろうか。はい。梅原に言われて改めて思った。結局僕は前に踏み出せてなかったんじゃないかって。いろいろ言い訳をして理由をつけて、それはもうやめよう。後悔しないようにちゃんと前を向こう。いやー、来た来ましたわ。よし、あーもういっぱい出た、いっぱい出た。よっしゃ来たもうこれ、あれ、まあ、あれ、あ、これも見たやつか。あ、それプレゼントどうこうのやつな。あ、変わった。なんだよ、誰もいないのか。あ、こっからがサイちゃんのイベントってことか。あ、別に普段はいいけど、今日は誰かにいてほしかったな。誕生日だぞ。うん、この流れも一緒やな。押し入れんでも入るか。おーい、はいはい。ん？お客さんかな。まったく、誰もいない時に限って。はーい。よっと。あ、さえちゃん。夜分遅く失礼します。さえちゃんは何くれるんやろ。さえちゃん、どうしたの。宮に用事。あ、違います。その先輩に用事があって。僕に一体何。え？僕の誕生日知ってたの？はい、ミヤちゃんに教えてもらったんです。そっか、ミヤに。これプレゼントです。何くれんのやろ。先輩は確かのラーメンセットやったよな。わざわざプレゼントまで、いいの？じゃないんですけど。はい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 、ありがとう、すごく嬉しいよ。でも、あ、開けさせてもらってもいいかな。はい。おう、なんだろう、楽しみだな。これアニメと一緒やわ確か、あ、まあまあ、ええわええわ。はい。え、アルバムに写真が入ってる？というか写真集か。まあこの真ん中の絵よく見たらわかんねえけど、あのサエって書いてあるのよなこれってサエちゃんの水着写真集だよねまあ、多分まあミヤちゃんかなんかにアドバイスされたと思うけど、自分の水着の写真集彼氏にあげるっていうねあー、アニメと一緒やったな。確かね、アニメもあったのよこれ。うん、はい、ごめんなさい。いや、おらんよこんなん他に。待て待て、おいおい、こっちはチャイナドレスだ。うわ、これは、ネグリジェってやつか。初めて見たぞ、あのスケスケのやつな。あ、その、違うんです。なに、ミヤちゃんの協力これは。あ
ったですね。ああ。ミヤちゃんに先輩の好きなものを聞いたんです。うんうんうん。そしたら、水着とか制服着た女の人の写真集とかをよく見てるよって。まあまあな、うん。そうなんだ。その、だから。まあこれからは私の体で満足してねってことか。うん？私、その、失礼します。これは恥ずかしいわ。あ、さえちゃん、あ、ありがとうね。いや、世界に一つしかないお宝もんやで。多分聞こえたよな。それにしてもミヤのやつめ、さえちゃんに余計なこと言って、見ろよこの写真、すごいぞこの胸元。おお、この水着サイズ合ってないよな。これはけしからん。いやー、ちょっと今夜はかどりそうやな。うん、さえちゃんすごく恥ずかしそうにしてる。僕のために無理してくれたんだな。ありがとう。大事にしなきゃな。うん、恥ずかしいシミとかつけたらあかんで。うん。いやでもやばいよなマジで。いくらねスタイルが抜群やからっつってもさ、なかなか自分の写真値上げるってないと思うで。ねしししし。まあミヤちゃん、プレゼントもらえてよかったねニーニー。お前中身知ってるやろ。まあ一応お礼は言っとくわ。ありがとう、みやちゃんもね。うん、いやー、ということで、そっか。一緒やったよなもらえるもアニメと。いやマジでさ、だから女の子の中でも一番個人的にヤバいと思っとったプレゼントやったんで覚えとるんですけど、うん、まさかね、あんな恥ずかしがり屋の女の子が自分のあられもない姿の写真をね、写真集にして彼氏に渡すっていうね、まあ、とんでもないんですけど、うん。いや、メイキング映像的な欲しかったな、その写真集の。うん、どういう感じで撮ったんかみたいなね。うん、いやー、まあまあその辺はやっぱ多分ね、こう寝る前に純一くんがもう一人で楽しむと思うんで。うん、なるほどな。そう、マップ上になんか写真集みたいなねアイコンがあったんですけど、まああれのことやったよな。うん、いやー、それにしてもすごいわ。なかなかそんなやつおらんもんな。うん、ということで、まあ今回もね素敵な誕生日を過ごせたということで、うん、もう何やろ、ピンクの資格も全取りして、次回以降はあれはナタックイベントをどんどん見ていくって感じかな。うん、ということで今回はここまでとなります。ご視聴ありがとうございました。次の動画でお会いしましょう。